マイタバーイ、ズベイです。今回は元気ジャパンさんより任天堂スイッチ向けのガジェットを提供していただいたので、そちらを紹介していこうと思います。こちら元気ドック2とシャドウキャスト2です。元気ドック2は任天堂スイッチのドックの機能を持ち合わせたコンパクトなドックとなっており、40W の充電と最大 4K の映像出力ができちゃうんです。そしてシャドウキャスト2はテレビやモニターがない環境でもノートパソコンの大画面でゲームや配信ができちゃう周辺機器となってます。しかも低遅延かつ配信初心者さんに簡単なセットアップ仕様なんだって。実は4年前に発売された元気ドックシリーズも提供していただいたことがあり、進化して帰ってきた元気シリーズをまたこうして使わせていただけるのはとってもありがたいですね。4年の時を経て帰ってきた元気ドック2がどんな感じに進化したのか扱っていきたいと思います。持つと早にえ、持つと早にえ、持つと早にえ。まずは元気ドックの開封からやっていきます。中はこんな感じでいろいろ入ってますね。これが本体の元気ドック。ドックの10分の1のサイズなので、純正と比べると本当にコンパクトですよね。上からタイプ C、タイプ A、HDMI と純正ドックと同じ端子がついてます。後ろには折りたたみのプラグがついてて折れずに済みますね。元気印のタイプ C のケーブルが今回もついてます。あとはコンパクトな取説とステッカーと、裏に QR コードやメーカーさんの SNS などが載ってますね。あとこれは海外の変換プラグらしくって、デフォルトで今回ついてるようです。あんまり見たことがないし使ったことがないんですけど、こんな形してるんですね。実際に元気ドックを介してスイッチをテレビにつなげてみました。コンセントに元気ドックを直差しし、タイプ C をドックとスイッチに差し込みます。あとはテレビとドックを HDMI でつなげたら接続完了です。このドック一つでつなげれるからかさばらなくていい感じですね。実際に使ってみた感想としては、映像も綺麗だし遅延などは個人的に気にならなかったです。ちょっと気になったのはドック自体がコンセント直差しになるので、延長ケーブルで長さの調節をされた方がいいかなと思いました。お次はシャドウキャスト2。シャドウキャスト2は任天堂スイッチや PS5 といった HDMI 対応ゲーム機やスマホなどもノートパソコンの大画面に映せるキャプチャーデバイスです。ちなみに初代のシャドウキャストは 1080p の 30fps だったんですけども、今回のシャドウキャスト2 1080p の 60fps に上がっております。ノートパソコンやタブレットの画面でこんなね高画質で遊べるっていうんだから、すごく便利だなと思いました。全体の中身はこんな感じ。タイプ C のケーブルと取説、そして本体のシャドウキャスト2です。設定が不要な専用ソフト元気アーケードをダウンロードまたはブラウザにアクセスすると、録画や配信に簡単に使用することができます。アプリケーションとブラウザどちらからでも使用できるのはかなり便利ですね。実際にノートパソコンに接続してみます。やり方は簡単。ノートパソコンとゲーム機にシャドウキャスト2を挿すだけですね。この光ってるの個人的に見やすくって助かってます。ノートパソコンで元気アーケードを立ち上げればすぐに使えちゃいます。メニュー画面の一番左のマークを押せば大画面になるので、すぐにゲームが楽しめるんですね。遅延も兼ねて格闘ゲームで遊んでみましたが、プレイしてる間も違和感なくコンボが出せました。この後もねちょっと続けてランクマやったりとかしちゃいましたね。負けちゃいましたけど。ゲーム機以外にもカメラなどにも使用できるので、こちらも幅広く活用できそうです。今回元気ドック2とシャドウキャスト2を紹介しましたが、気になったものはありましたか？携帯用ゲーム機がテレビやノート PC から楽しめたり、外での移動先や旅行先などで使うにはもってこいの商品ですよね。私自身旅行などで PS5 を持って行ってゲームをプレイするので、コンパクトに持っていけるのはとっても助かりますね。スイッチや PS5 以外のデバイスにも対応してるので、幅広く使えるんじゃないかな。ちなみにこの元気シリーズ、クラウドファンディングで目標金額30万円を募ったところ、
現時点で400万もの応援購入があるほど、ゲーム愛好家の間で話題のガジェットなんです。すごすぎるよね。だから今回リリースされた元気ドッグ2とシャドウキャスト2は、そんな皆さんからいただいた声を集めて改良された愛のあるアイテムなんだね。気になった方はぜひ概要欄の購入ページを覗いてみてね。この動画が参考になったよって方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。感想、コメントなど大変お待ちしております。それではバイバーイ。